8月11日に幕を閉じたパリ五輪。米国と並んで金メダル40個を獲得した中国では、帰国した選手団が外戦ツアーとして各地を巡った。中でも大人気だった選手は女子校飛び込みの17歳、全校ちゃん、全校戦、だ。14歳で臨んだ東京五輪では10メートル高飛び込みで金メダル。パリ五輪では同種目で連覇を果たし、 10メートルシンクロ高飛び込みでも頂点に輝いた天才少女である。写真、迷惑すぎる、金メダリストの実家前で大合唱するおばあちゃん軍団。東京五輪では審査員全員が満点をつける演技を二度も披露した彼女だが、人気の理由は天才的な演技だけではない。善光ちゃんの出身は飛び込み競技の那選手を多く輩出している広東省炭鉱市の貧しい農村で、 実家は果物と砂糖キビの農家だ。そんな農村で7歳から飛び込みを始めた彼女は、東京五輪で金を獲得した際に、母の病気治療に多額のお金が必要ですと語った。飛び込みで良い成績を上げ、報奨金などを稼ぐことは全て家族のためなのだ。そんな、頑張る天才少女を悪く思う人はそういない。 そして今回のパリ五輪で収めた見事な成績は彼女を大スターの座に押し上げた。外戦ツアーを終えた彼女は、次のシーズンに向けた休暇に入った。2年ぶりに農村の実家に帰省し、家族や親族と過ごす充電期間となるはずだったが、どうやらリラックスとは無縁の日々が続いているようだ。その理由は昇魂たくましい旅行会社による訪問ツアーである。 実家前で観光客がやりたい放題。善光ちゃんの実家に観光客が集まる状況は東京五輪の頃からで、訪問ツアーの存在も以前から報じられていた。だが、9月12日に善光ちゃんが実家に戻ってからは状況が悪化。中国メディアの報道によれば、実家の前に集まった観光客が昼夜を問わずやりたい放題だという。 帰宅した初日の善光ちゃんは観光客にスイカを配るなどしたが、日が暮れても人だかりは消えず、ついにはベランダから、うるさいです。私たちは休息が必要です。と大声を張り上げ、翌朝も帰って、ここはうるさすぎます。と叫ぶ羽目になった。だが、これは単なる始まりに過ぎなかった。14日にはドローンで上空からの撮影を試みるフラチ社も現れ、 村が空撮を禁止する事態も発生。ある村幹部は、静止に応じないなら撃墜するだろうと発言したという。中秋節の連休に入った15日以降も、親族と思われる赤ちゃんを抱いた善光ちゃんが車に乗り込もうとした際、その姿を撮影するファンに対して、動かないで。と鋭く叫ぶ様子の動画もネット上で出回った。 迷惑集団の中に SNS の配信者が多数いることは言うまでもなく、善光ちゃんが現れるとスマホを手にした集団が大移動する様子の動画は中国 SNS に山ほどある。それに加えて、無邪気すぎて限度がわからなくなった一般人もいるようだ。中でも異彩を放ったのは年金暮らしのおばあちゃん軍団である。善光ちゃんが会見でかけていた、 五輪メガネを全員がお揃いにして村に乗り込み、実家前で第二国家の歌唱祖国を大合唱。しかも、歌い踊りながら道を進み、授業中の小学校前を通り過ぎたという。中国 SNS では楽しげに熱唱するおばあちゃん軍団の動画に、迷惑すぎる、早く逮捕、といった避難コメントが殺到した。